フシダは、下沢博士の小説。1955年5月から1956年8月まで、読売新聞夕刊に連載された。かつ回収の父で型破りなブライカンとして知られた、かつ小吉を中心として、江戸時代後期の旗本や、姿勢の人々の生活を描く。この小説の中で、小吉は、酒、女は苦手で、爆地もやらないが、庶民に人気があり、 喧嘩憲法が強く、正義感が強く貧しい、江戸子が惚れ惚れする、お侍として描かれている。小吉は、旗本の小谷家に生まれたが、三男だったために、小不信役の勝家に養子に出された。若い頃、勝家を嫌って、養祖母の金を持ち出して出本、伊勢路で小敷をしていたが、家に連れ戻された。ジップ、平蔵の運動で就職しようとするが、 正吉は上役への賄賂を拒み、自ら小不振に甘んじる。実刑、彦四郎も、また正吉を仕観させるために尽力したが、正吉は、世話役の増減に腹を立て殺してしまい、座敷郎に監禁される。この頃、この林太郎が誕生し、やがて同族のアチャのツボネらの運動の会あって、林太郎は、一橋家の客男の遊び相手として、江戸城に召し出される。 小吉は、本所、深川界隈で姿勢の巾着切りや、女行者、女系技雑誌、大家の旗本や五郎月たちの揉め事に巻き込まれつつも、道具師で刀剣の古物賞を始めて徐々に勝家の借金を返していく。北郎は、一橋家着難休止のため、城から戻ってくるが、剣術や乱学などの修行に励む。映画版は、1956年5月3日に、 東映系にて公開された。2007年現在まで4回テレビドラマ化されている。また、厳密には、本作の映像化ではないが、1974年の NHK 大河ドラマ、かつ改修も、本作の原作者である、下沢博の作品が原作となっている。ありがとうございます。